はい、こんばんは、ピーゼロです。いきなりですが、アーマードバットマンの完成です。先日ね、映画の予告を見てですね、たまたま、まあ、これ拝見しちゃったんですよね。何なんでしょうね、このバットマンですね。めちゃめちゃごっついんですよ。で、どうやらね、劇中で、スーパーマンと戦うための、まあ、お話らしいんですけど、まあ、そのためのアーマーをつけた状態らしいですよね。で、バットスーツなんですけど、まあ映画のたんびにね、あのデザイン変わるんですが、まあね、大まかにさえ分かればいいので作ってみました。ですね、案外細かいディティールもねあったりしたんですけど、なんとかね頑張って入れてみましたよ。で、まあ遠目で見たら耐えられるレベルでいいかなという、ちょっとハードル下げてね、作ってみたわけです。なので、まあ簡単にね、結構簡単に作れますので、ちょっとなんですけれども、まあダイジェストにまとめてみました。ではね、まずネットで詳しい写真をね拾ってきます。これはね、どこかのあのなんかフィギュアのですね、海外製のフィギュアをなんか詳しく写真撮ってくれてですね、掲載してもらってたのをね拾ってきたんですよね。まあ非常にありがたかったです。ポージングは複雑にしますとね、ハードルが上がっちゃうんで、代表的なポージングですね、と自分の腕と相談しましたところ、棒立ちですよね。まあ棒立ちとは言わないですけど、まあ過渡期立ちスタイルですかね。で、作りたい大きさですね、最終的に出来上がるものの大きさをですね、まあ何センチにするっていうのを決めて、で、実物大となるサイズの大きさでプリントアウトをします。厚紙に貼り付けてやって、骨組みをね、これあの形をつけてですね、作り始めるわけですね。で、針金ですね、にあの人間の形ってね、あの変わらない部分っていうのは必ずあって、動かない部分っていうのは必ずあって、そういうランドマークって言われるところですね、そこにマジックスカルプパテですね、これを盛り付けて、固めてやります。スカルピー粘土で形を盛り付けていきます。スカルピーはですね、あのポリマークレイっていうやつで、100度の熱をね15分から20分ぐらいね加熱し続けると硬化してくれます。私はまあこの大きさのね硬化をですね行うのに、鍋にお湯、大鍋にねあのお湯を入れて煮込むんですよね。で、一般的にはまあオーブンですね、あのトースター、オーブントースターでね焼くんですけど、まあ大きくなったら大抵私焦がしちゃうんですよね。なので、まあ形成が終わったらね、最後の最後で大鍋で煮込むということにしています。さて、このね足とか手のですね、小さい研ぎみたいなディティールがついていますので、これはまあプラ板ですね、プラ板で加工いたしました。
黒いジェッソで、下地を作って塗装いたします。で今回はスタジェルのメタルカラーですねを使って塗っていますね。最後にねマントなんですよ。マントね実は紙製です。ではデジアナさんに教えてもらったんですけどね、セリアのクラフト紙を切ったり貼ったりしています。中にね細い針金をこう挟み込んでこう折り込んでますので、形状をね若干変形することも可能です。こういう素材紙ですけれども、まあ、結構優秀ですよね。当然塗ることもできるんでね、黒ジェストで色を塗っております。これで完成です。近くで見るとね、キューバしのぎっていうかキューバ仕上げでね、まあなんとなく雑なんですけど、まあ遠くから見たらね、OK の範囲内です。大丈夫ですよ、成形から塗りまで約1週間、ね、の時間で完成できました。結果はね大満足、私は大満足です。皆さんもぜひ作ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。まあね、一旦終わったんですけど、まあボーナストラックみたいなもんで、まあ今これ見えているのがですね、ベースを作っているところですね。これはまあベーシングっていうかね、地面をね作るっていうことをなんかまあベーシングっていうらしいですね、ミニチュアの世界ではね。でこの素材なんですけど、これはねコルクなんですけど、これ IKEA でね2枚うん百円ぐらいで売られているね、コルクですね。これはまあ2枚入ってますので、適当にバリバリこうちぎってですね、で地面にこうしてやると、見立ててやると。ちょうど色を塗ってやるとですね、ジェッソなどで色を塗るとちょうどいい具合の地面になります。である程度こうデコボコして、アスファルトはの汚れの感じも見えるし、コンクリートが割れたような感じもするし、とても見た目にねちょうどいい、そういう風なテクスチャーが出来上がりますので、まあ、ぜひおすすめです。ね、セリアでもこれぐらいの厚みのですね、このコルクは私見たので、多分それ全部同じだと思うんですよ。そんなに変わりはないと思うんですが、コルクはコルクですんでね。であとはまあ大事なところはですね、まあ、水溶きボンドで、テクスチャーになるですね、小石とか砂ですね、
こちらの方はね、パラパラ巻いてですね、くっつけてやると。それはまあできればまあピグメント、それから、ウォッシングとしてのその塗料ですね、まあタミヤの墨入れ塗料の茶色とかブラウンとかですね、それからあとウェザリングカラーの緑色みたいな、そういう色をね塗ってやって、仕上げといたしましたということでございます。はい、それではまたまたよろしく。